おい、今日の練習マジでぬるくなかった？もう全然強度低すぎるんだよな。絶対試合で、絶対勝てねえよ、あれ。じゃあこれからミーティング始めまーす。とりあえず今日の練習お疲れでした。今日は練習でやったことをしっかり、次の大会に、活かしていけたらいいと思います。ダニエル、お前じゃれんな、前向けな。まあ、俺ら、トレーマー8連覇できてるんで、今年もその勢いに乗って、9連覇狙っていきましょう。以上。なんで？どうした？どうした？9連覇できるわけねえだろ！は？何お前？8連覇してるから、今年も自動的に9連覇できるっしょ。甘えんな！そんなぬるいわけねえだろ、お前！で、は？おめえよ、1年の癖してさ、A チームだからって調子乗んなよ。なんで前に出てくんじゃねえよ。1年とか2年とか3年とか興味ねえ！試合において組織においてそんなものは関係ねえんだ。違うと思ったら違うって言える人間が必要じゃねえのか。クリューだってそうだろ。一円の時から集合を限っただろ。ああいう集団が上に行くんだ。足りねえよ。誰が自主練してる、歯見せて笑い合いながら練習してる集団が全国行きたい、バカか！代表入ってやってるけど、全員目輝かせて死ぬ気でやってるぞ。誰がやってる？去年優勝できたのは去年の3年が上手かっただけ。今年は下手くそだから練習しないと勝てねえ、バカかお前。あ、練習行くぞ。行くぞ練習！やってるぞ！行くぞ！